野球を使います。ちょっと、松井さん好きなもんで、大リーグで活躍したヤンキースの松井秀喜さん、もう引退してしまいましたが、あの先ほどのセリグマンの本を読んでたら、あのこんなことが書いてありましてね、スポーツ選手とか有名人ってインタビューを受けますね。そのインタビューのコメント、前向きなコメントをしている選手を、前向き、1年間成績を追いかけたら上がってくるっていうんです。セリグマンによると、逆にマイナスのコメントばっかりしている選手を1年間追いかけたら、やっぱり成績も下がったっていうんです。コメントを見ると成績は分かるっていうんです。私面白いなと思ったんです。それで実はこの2009年の松井さんのコメントを1年間私ね追いかけたんです。2009年4月12日松井10打席ノーヒットでした。一言で言えば、投球に対してうまく対応できていない、まだ噛み合っていない感じです。練習では悪くないが、試合になると投手に対応できていない。どうでしょう、限定してます。まだ噛み合ってない、練習では悪くない、限定して切り替えようとしてます。これね、初めのコメントが教科書通りだったんで、私本当びっくりしたんです。でも打てません松井さん。その3日後、4番から打順を7番に落とされます。打順は任されたところでやるだけ、結果を出さないといけないのは何番でも一緒ですから。やっぱり限定してます。やるだけ、何番でも。しかし打てません松井さん。その3日後、ついにスタメン落ちです。怪我してないのにベンチです。仕方ない、打てない時期なんかいっぱいあるわけですから、たまたまそれがスタートに来ているだけ。どうでしょう、また限定してます。たまたま悪いのはスタートだけ、これから違う。すごい表現ですね。これ私ヤフーニュースってやつでこうチェックしてたんですけど、あのコメント欄がありますね。でね、やっぱり悪いこと書く人いるんですよね。松井はなんか都合がいい、ナルシストね、そのずいぶんひどいこと書く人いるなと思ったんですけど、これは松井さんは誰かのために言ってる言葉ではないですね。引かれたから自分のお腹の中が出ちゃっただけ、これ松井さんの心の習慣なんです。そうやって松井さん切り替え切り替え頑張ってると、10日後、打ち始めます。心境は変わらない、いつもよしやってやろうの気持ち、よしやってやろう。でここからちょっと皆さん半年飛びます。松井さん、いい時も悪い時も切り替え切り替え、あの栄光の瞬間、2009年11月5日ヤンキース久々のワールドチャンピオンです。あれ以来チャンピオンになってませんね。松井さんはシリーズで3本もホームランを打ちます。 MVP になっちゃいましたね。これ松井さんの大会になっちゃったんです。辛い時もありましたか。どんな時も野球がしたい、いいプレーをしたい、そういう気持ちがずっとありましたので、決して辛いことはないです。まあ、本当偶然にも2009年の1年間松井さんのコメントを追いかけてきた私としては、これ本当松井さんの本心ですね。常に切り替え切り替え準備をしていたってことです。